はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。本日は2024年の10月31日木曜日です。今日は今からですね、東京ディズニーランドの方に行きたいと思います。で、本日はハロウィン当日でもあるんですけれども、皆さんねご存知だと思いますが、今日でですねバズライトイヤーアストロブラスター終了でございます。ということでね、まあ、残念ながらバズもね今日で終了となるんですけれども、本日はその最終日、そしてハロウィン当日のですねディズニーランド、家族と一緒にね楽しんでいこうかなと思います。で、それでは早速ねディズニーランドのエントランスの方に行きましょう。はい、8時45分ですね。今日はバズライトイヤーのアストロブラスターがプライオリティパスしか中入れませんのでね、今日はそれのために早くやってきました。というかびっくりしたのが、普通に空いてますね。もうジョマジの予想では時計台ぐらいまで最後尾いってんのかなと思ったんですけど、まさかのそのまま持ち物検査いけちゃいそうです。まあ、今日はねいろんなところでハロウィンパーティーやってますからね、なのでそっち側に流れてる可能性はありますね。まあ、ディズニーなんて絶対混むし、もうそのまますぐ持ち物検査行けちゃいましたね。これはびっくりです。これは余裕でプライオリティパスも取れそうだ。安心しました。はい、ディズニーランドのエントランス着きました。まさかのね結構空いてて、持ち物検査5分ぐらいでクリアできちゃいました。ちょっとね予想と違いましたね。これだったらプライオリティパスも取れそうです。はい、ランド入りました。今8時59分ぐらいですね。で、まさかのね超余裕でプライオリティパス取れました。バズのもう今日の目的達成って感じですね。はい、それではですね今からプーさん乗り行きたいと思います。一応美女と野獣が80分でマックスは45分でした。でもいつもだったら100分超えてるはずなので、美女と野獣普通に空いてますね今日は。そしてプーさんも今のところは14分待ちなので、行けたらいいな。14分で入ったプーさんのハニーハント行ってきます。まさかの15分待ちです。やばくないですか、プライオリティパス取らなくても乗れちゃうよ今日。なんでこんな空いてんだろう本日ね。え、空いてるね、空いてるの、ね、入った、行ってきます。ちょうど15分ぐらいでしたね。はい、プーさんのハニーハントでした。いきなり乗れてよかったです。そしたらね他のアトラクションも乗れたらいいなと思いますね。なんかあるかな。でも今日やっぱり空いてますよ。プーさん未だに35分ですし、スプラッシュマウンテン20分、一番混んでるアトラクでもね70分待ちの美女と野獣ですね。全然空いてる。まあ、フレンジーはすごいけど。はい、お次にピーターパン行ってきます。まさかの15分待ちでした。今日なんでこんな空いてんだろう。はい、では行ってきます。あっという間でした。ジャングルクルーズがなんと5分待ちなので、お次ジャングルクルーズ行きたいと思います。めっちゃ空いてますよ。スプラッシュマウンテンもなんと今ね25分待ちです。衝撃。なんかチャイナボイジャーも全然並んでないし、今日やばくない？超歩きやすいんですけど、謎の好き具合。まあオタが多いってことなんでしょうけども、これはびっくりですね。ジャングルクルーズも5分待ちだし、行くぞ。ではジャングルクルーズ衝撃の5分待ちなので行ってきます。マジで5分でした。っていうかむしろ0分です。もうノンストップでここです。やばすぎる。今日なんでこんな空いてんの。取り切ってお待ちください。マジで5分待ちでした。出発を前にお願いがあります。安全のため立ち上がったり、行ってきます。うわー、大きな口を開けて威嚇してきましたよ。さあボートがひっくり返される前にさっそく通り過ぎましょう。私たちもリズムに合わせて手拍子。そしたらそのままウエスタンリバーデッド行きたいと思います。10分待ちです。ではジャングルクルーズに乗ってそのままウエスタンリバーデッドやってきました。ジャングルクルーズ5分待ちだったんですけれども、ウエスタンリバー鉄道もね次の列車待ちということで超空いてます。もういつもだったらね向こう行くんですけど、向こうにすら今日行かないですね。
しなったり手や足を外に出したりしないよう十分気をつけてくださいね。ミタクエオアシンというんですが、こっちも手を振ってみましょうかね。ミタクエオアシン。ウエスタンリバー鉄道乗って今11時です。25分からプライオリティパスですね、バズライトやストロブラスター取れてるんですが、60分待ちなので先にお昼ご飯食べ行きたいと思います。はい、一応ねモバイルオーダーで取ったんですけれども、なんと全く持って取る必要ないぐらいガラガラです。もう今日は本当衝撃的に空いてますね。プラズマレイジダイナーでご飯食べました。12時なのに誰も並んでません。今日めっちゃ空いてます。そしたらですね、今からいよいよバズライトイヤーのアストロブラスター並びに行きたいと思います。まあ、キャンセル拾いもしかしたらできるかもしれないのでどうなるか分かんないですけれども、まあ、でもなかなかキャンセルする人もいないでしょうしね、まあ、ジョマジ的にはこれが最後だと思って乗りに行きたいと思います。一応60分待ちなんですが、すごい行列なんですね。本当に60分なのかこれ。列はすごいんですけど、ずっと歩いてるのでやっぱ60分待ちぐらいな感じがしますね。ただ60分ずっと歩きっぱみたいな、そんな感じだと思うのでちょっと辛いですけど、さあそれではラストライドだと思って行ってきます。寂しい。バスに乗ってプラネットへもやってきました。ここもね今日で最終日ですからね。はい、バズライトイヤーのアストロブラスターとあとプラネットM行ってきました。でプラネットM ね、今日の朝向こうのねトゥモローランドの入り口まで行ってたらしいので、あ、一瞬で行けてよかったです。はい、ではプラネットM で最後のお買い物をして今1時35分です。あと1時間30分でイントゥーザフレンジ始まるので、そろそろ場所取りしようかと思います。さあジョマジのいつものね穴場ですね。全然余裕だ、さすが穴場。まだ場所取りしなくてもよかったか。ちなみにジョマジの穴場はここです。クリスタルパレスレストランの前ですね、この辺。とりあえずまだフレンチ並ばなくても良さそうなので、今からですねモンスターズインクライド&ゴーシークプライオリティパス取れたので行きたいと思います。ちなみにまだねプライオリティパス残ってました。ホンテッドマンションもね、現在40分待ちですし、全然ね50ぐらいのやつが残ってますよ。もう院もね超ガラガラ。はい、ではモンスターズインクライト&ゴーシーク行ってきます。ちょっと欲しく寝そう、まさかの乗り場直前で寝てしまいました。これは乗れないですね。ここから退出したいと思います。そしたらですね、とりあえずフレンジ待とうかな。うん、もう欲しく寝ちゃってアトラクションとかも乗れなくなっちゃったので、このまま待ちたいと思います。はい、あと25分で始まりますが、全然余裕で取れました。朝からね並んでる方いましたけどね、こうやって穴場とか狙っちゃえばね、この30分ぐらい前でも取れるんですよ余裕で。そしたらですね、とりあえず今からミッキーのマジカルミュージックワールド抽選当たってますので行きたいと思います。でその後はですね、まあ、何か乗れるアトラクション乗ったりとか、であとは一応7時25分からですね、バズライトやストロブラスターのプライオリティパス再び取ることができたの でそれをね最後乗りたいなと思ってます。はい、ではフレンジ見てお次にマジカルミュージックワールドです。今日は B の6列目ですね。はい、ではミッキーのマジカルミュージックワールドを見て今4時20分です。もう日がね暮れ始めましたね。でだいぶアトラクションも空いててですね、もう美女と野獣が今50分待ちになってました。多分夜はですね、リーチフォーザスターズとか、あとはバズのね、
最後を見たい方もたくさんいると思うんで、もうどんどん減ってくると思いますね。多分夜だったら下手したら10分ぐらいで美女と野獣とか乗れるようになるかもしれません。そしたらですね、とりあえずやることは今のところないので、なんか乗れるアトラクションとか乗ったりしようかなと思います。そしたらですね、先ほど星くんが寝てしまってモンスターズインクライターのゴシック乗れなかったので、今からですね乗りに行きたいと思います。戻ってきてね、その有無伝えてくれたら乗れますよって言ってくれたんで、今から行きます。はい、モンスターズインク行ってきます。今度は起きててよかったね。はい、モンスターズインクライターのゴシックでした。そしたらですね、この後ご飯食べるかリーチフォーザスターズ見るかちょっと悩んでます。ちなみにね、リーチフォーザスターズはもうだいぶ人気落ちましたね。もう今日とかも普通にね、夕方まで DPA 残って、多分そのまま強制終了だと思います。まあ、あとね40分ほどで始まるんですけども、ボルト増横も結構取りやすいんじゃないかな。もう少し前まではね、もうこの辺もぎゅうぎゅうになっちゃってましたけども、もう今じゃ全然歩きやすいですし、やっぱ1ヶ月ぐらい経つとだいぶ落ち着くんだなと思いますね。もう来月ぐらいからね1回公演になっちゃうんですけれども、まあそれも正直しょうがないのかなと思いますね。もう DPA も残ってますし、まだね DPA めっちゃ売れてるとかだったら2回継続されそうですけどね、ちょっとさすがにこの落ち着きようだと、しかもオタが多い中、今日はここから見たいと思います。もともとねファンダフルディズニー枠の場所のところですね。もうほぼ課金の場所なんで、ここがいいと思います。めっちゃ近いしね。はい、リーチフォーザスターズでした。めっちゃ良かった。ここの場所当たりですね。完全に新たな穴場を見つけました。そしたら今ね6時10分なんですけれども、次にハングリービアでご飯食べ行きたいと思います。はい、では今日の夜ご飯、ハングリービアレストランです。でいただきます。美味しいですか？ハングリーのカレー好きだよね。食べやすいよね、甘くてね。ハングリー全然混んでないなと思ったら、今ね5分後ぐらいにめっちゃ混みました。リーチフォーザスターズが終わってみんな来たんかもしれないですね。やっぱりモバイルオーダーは必要みたいです。ぜひ取りましょう。はい、ではハングリーでご飯食べて、今7時ちょうどぐらいです。いよいよ最後のですね、バズライトヨーのアストロブラスター乗りに行きたいと思います。もうさすがにこれ以上乗れることはないと思いますのでね、本当最後だと思って乗りたいと思います。ドキドキ。7時15分です。もうこの辺の列はなくなりましたね。でどうやら今40分待ちに落ち着いたようです。まあ、イーパレやってるからだと思いますけれども、なんかだいぶ空いてますね。さあ、ではガチの最後のライド行ってきます。はい、ではアストルブラスターラストライドを行ってきました。
すごい人。プラネット M 閉店しました。はい、ということで本日はですね、2024年10月31日ハロウィン当日、そしてねバズライトやストロブラスターの最終日にね家族と一緒に行ってきました。もうジョマジの中ではね、もうハロウィン今日多分最後だと思います。まあ、来れるっちゃ来れるんですけれども、まああんまり天候も良くなかったりねするので、まあ多分最後かなと思ってね今日はインパしたんですけど、まあでもねパレードももう全部いいところから見れましたし、今回で仮装もねたくさんできたんでね、もう全然悔いはないかなって思います。ということでね、まあ次はクリスマスになると思いますけれども、またねインパしたらご紹介しますんで、お楽しみに待っててください。はい、ということでね終わりにしたいと思います。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではジョマジでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白い、参考になったなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。さらに特別な生放送が見たい方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。それでは次の映像でお会いしましょう。ジョマジでした。バイバイ。